ニオンのマンドメグインだーヒーいやもう最近さガチャのことばっか考えてるからさネタのこと考える時間がないから、はい、ネタないのよ。なるほど。だから、はい、今日はどんなガチャを考えてるかっていうのを発表したいと思います、はい、昨日オフ会やるって言ったじゃん。だからどうやって面白く起ころうかなと思ったんで、はい、もうガチャを作ろうと思って。ガチャ？バーガチャっていうのを作ってみようかな。おお、これですか。そう、なんかバーで何飲むか分かんない人に向けて、もしくはいつも飲んでるけど変わったメニューを自分の力で決められない、まあ、俺なんかそうなんだけど、はい、いつもビールって言っちゃうんですそんなマンネリを打破するためにタワー型のビールを頼んでとか、イエーガーボムどうぞ、あジントニック、はい、これあのターキー、スワーズターキーダブル、はい、っていう居酒屋ガチャ、バーガチャっていうのを今ちょっと考えてて、はい、これをなんとかオフ会までにはリリースして、オフ会に来てもらった人にこれをやってもらって、まあ、その出たやつを俺が飲むとか、俺がやってあなたに送ってあげる、はいはいはい、しようか。なるほど。それに付随して今日のお昼ガチャっていう、なんすかこれ今日のお昼何食べたいかなってこうよく周りに聞かれるんだけど、はいはい、分かんないから牛丼とかこう出れば分かりますね。ガチャでも決めちゃうっていう。そうそう、ガチャで決めればいいんじゃないとか、こうフライドチキン、あフライドチキン、まあフライドチキンといえばケンタッキーみたいな、はいはいはい、なんかそういう、これなんかもカレーライス、ね、なるほど映画ちょっと絶望的ですけどいやそこは映画描ける人に書いて、なるほどなるほど、まあ、これ一回、まあ、20円だから10円だとちょっとカードが出てくるんで、まあ、そのカードはプレゼントっていうか景品として出すっていうシステムなんだけど、まあ、10円、20円、30円、40円、50円いくらなんだろうね。ただまあ100円以下では絶対あるなっていうのをオリジナルでちょっと今考えてます。なるほど、はい、っていうのでぜひ皆さん、はい、完成したら、まあ、完成したらっていうかオフ会に来たらやってくれよな、マジで。8時からオフ会やるよって言って、じゃあ君のやつは何かなと思って、みんなの結果ガチャっていうのがあるから、そこで最初に出てたやつを、じゃあお前これみたいな。なるほど。そうすれば遠隔で参加できるんで。確かに。それも考えます。サブスクライブ。